明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。とがりです。今年も Vlog 更新していきます。月曜日は特に予定がなかったので実家で動画編集とかいろんな作業をしていました。悲しい年末です。年越しは親戚と過ごしました。美味しいものが食べられるので幸せです。近所の神社に初詣に行きました。元旦は家でゴロゴロして過ごしました。チラシを見るのがすごく好きです。ちょっとだけ買い物とかも行きました。夜は大好物のすき焼きでテンションが上がりました。木曜日も基本的に家でテレビを見たりゴロゴロしたりして過ごしました。お手本のような寝正月を過ごしました。夜はブックオフに行ったり犬の散歩をしたりしてました。動画を撮るのも大変です。近所の公園に行きました。金曜日は三重県の阿賀温泉に行きました。土曜日は岐阜に住んでいる友達の家に遊びに行きました。美味しいものを食べて観光して温泉に入って最高の一日を過ごしました。良いところをいっぱい知れました。温泉に入ったらティッシュをもらえてラッキーでした。日本酒が好きなやつばっかりなので夜は日本酒ばっかりの飲み会でした。日曜日も友人の案内で岐阜のお寺などを巡りました。素敵なスポットをたくさん知ることができました。岐阜タンメンっていうのがすごく流行ってるらしくて食べたらめっちゃ美味しかったです。愛知県一宮市のすごく大きいタワーにも登ってきました。何歳になっても高いところがすごい好きでこういうのがあったらすぐ登っちゃいます。天気が良かったので名古屋駅とか岐阜城とか遠くまですごく見えました。最後に名古屋駅で献血をして帰りました。もう18回目とかになります。こんな感じの1週間でした。